今回のオープンキャンパスでは推薦入試での小論文面接対策を行います。面接で一番大切なのは自分の言葉で伝えること。あなたの熱い思いを伝えてください。その他の大切なことや小論文のポイントについては当日お伝えします。皆さんのご参加お待ちしています。